観音寺城の戦いは、永六十一年九月十二日、足利義明を報じて、上落の音にあった、織田信長と大見守護である、六角義方、義春節との間で行われた戦い。史上の三栗城が主戦場だったため、三栗城の戦いとも言われている。信長の天下夫婦が実践された、最初の戦いであり、直後の京都。 気内平定に影響を与え、事実上の天下人として名乗りを上げる契機となった。この上落以降、安土桃山時代と区分するならば、観音寺城の戦いは、戦国時代最後の合戦と言える。一夜で、三栗城が落城すると、観音寺城は、無血海城し、六角氏は、甲賀軍に逃走した。足利吉殿像。 足利義明像 A68 年5月19日、室町幕府13代将軍、足利義輝が、三好三十二州に討ち取られるという事件が起こった。義輝の弟である、足利義明は、幸福寺一乗院で門籍となっていたが、甲賀武和田これまさらによって、奈良を脱出した。以後、 約三年間にわたる吉明の漂流生活が始まった。まず吉明は、大海甲賀軍和田城へ赴いたが、その後より京都に近い安郡屋島に仮御所を構えた。一時は、大海の六角吉春を頼ろうとしたようだが、三人衆と通じていることを、察知すると、若さの武田義宗及び、越前の朝倉義影を頼った。 越前で名を吉明と改め、吉影が動かないとわかると、尾張の織田信長を頼った。この時仲介をしたのは、明智光秀と言われている。永六十年十一月に、大町天皇から信長に臨時が届いた。内容は、尾張、美濃の不治行になっている、皇室領の回復を命じるものであった。織田信長像。 大木町天皇からの臨時を受けた信長は、上洛に向けて動き出した。越前にいる義明を、美濃の律政治に迎え入れると、A61 年8月5日に、岐阜城を出発、馬回り州250機を引き連れて、8月7日に、沢山城に着陣した。上洛する途上には、観音事情があった。信長は、義明の近親であった。和田これまさに、 家臣三名をつけて、観音寺城にいる、六角義治に義明の呪落を助けるように使者を送った。しかし、義晴と父の六角義方はこの申し出を拒絶した。信長が着陣する、少し前に三人衆と、篠原長房が観音寺城に出向き、織田軍の進攻に対する表議を行っていたのである。拒絶された信長は、再度使者を送って、 呪落を助けるよう要請した。これには、諸説あるが、観音事情と同じように後の安土城へ家臣を住まわすことや、落一の発展と信長は、六角氏の政治手法を取り込んでおり、そのような先進的な主語との決定的な対立は避けたかったのではないかと言われている。これに対して、吉春は三人衆の軍事力をあてにしていたのか。 病気を理由に死者に愛もせずに追い返してしまった。7日間、沢山城にいた信長は、海戦もやむを得ないと考え、一旦帰国した。同年9月7日、軍勢を整えた信長は1万5000の兵を、引き連れて、岐阜城を出発し、これに、三河の徳川家康が派遣した、松平新一税戦北大江の浅井長政税3000が加わり、翌9月8日は、 高宮に、9月11日には、越川北岸に進出した。この時の織田軍の総数は5から6万とも言われている。これに対して、六角側は、本人の観音事情に、当主、吉原、父、吉方、弟、義弟と、馬回り衆戦記を、和田山城に、田中寺部大輔らを対象に、主力六千を、三つ栗城に、吉大図も守るらを、 武者頭に三千をそれぞれ配置し、その他非官衆を観音寺城の史上十八条に置いて体制を整えた。六角氏の夫人は、織田軍はまず和田山城を攻撃すると予測し、そこを観音寺城や三り城から出撃して攻撃することを狙っていたと考えられる。豊か神秀吉像しかし、信長の行動はその裏を書いた格好となった。 9月12日早朝、織田軍は、愛知川を溶かすると、3体に分かれた。稲葉義道が率いる、第1体が、和田山城へ、柴田勝家と森吉成が率いる、第2体は、観音寺城へ、信長、滝川和松、庭長秀、木下秀吉らの、第3体が、三つり城に向かった。先端は、三つり城で開かれた。木下隊2300が、 北の口から、庭隊3000が、東の口から攻撃を開始した。この三つくり城というのは、旧坂や大木が覆う剣場で、吉田伊豆も守る隊の守りも固く、午後5時前後には、逆に追い崩されてしまった。木下隊では、表儀を行い、野衆を決行することになる。木下秀吉は、三尺の松明を数百本用意させ、 中腹まで50カ所に配置し一斉に火をつけ、これを合図に攻撃した。7時間以上戦ったその日のうちに野襲を仕掛けて、来るとは考えてもいなかったのか、三つくり上は驚き、防戦したが支えきれず、夜明け前に落城してしまった。200以上の死休が上がった。三つくりの落城を知った、和田山の上兵は、戦わずに逃亡してしまった。 長期戦を想定していた、六角義春は、先端が開かれてから一日も経たずに、三つり城と和田山城が落ちたことに落胆し、観音寺城の防備が弱いことを悟ったのか、古来の例に習い夜間に、郊外へ逃走した。当主を失った十八の市城は、一つを除き、織田軍に降り、ここに、大勢が決した。この戦いの織田軍の存在は千五百人ほどだと、 フロイス日本史に記載されている。なお、六角氏の研究者である、新谷和幸によれば、六角氏の防衛戦は最前線の城で相手を迎撃する方法をとっており、観音事情そのものを攻められたのは、明王5年に斉藤太恵が攻撃して、以来実に70年ぶりであった。また、こうした、防衛戦略から、 戦国期の観音事情は防御の拠点としてよりも、大見国の成長としての機能が強化され、東山道に対しては極めて開放的な構造になっていたために、観音事情が攻められた場合の防衛戦が困難になっており、織田信長が直接観音事情に向かって進撃することは、六角氏にとっては想定外であったと分析している。 東福寺の通天橋六角家老神のガモウ秀は敗北を聞いてもなお千の兵で日野城に籠城し抵抗する様子を見せていた。しかし、片秀の妹を妻としていた織田家の武将、神戸犠政が日野城に乗り込んで説得した結果、片秀は降伏し、信長に人質を差し出して忠説を誓った。この人質がガモウ自である。六角氏は、 観音事情を失ったが、それでも、織田軍に対して、抵抗の姿勢を見せた。もともと、六角氏は、室町幕府から過去2回の追悼を受けた際にも、観音事情を放棄して、甲賀軍に拠点を移して、長期戦に持ち込んで相手方の撤退を待ち、ほとぼりが冷めた頃に本領を奪還する戦略に、成功していたことから、戦略的には、正しい方法であったと言える。 しかし、室町幕府と異なり、京都と本国への連絡路として、南大見を必要としていた織田家は、同地の支配に乗り出したために、織田軍の撤退が行われず、本領を失った六角市の勢力は振るわず、小規模な戦闘が精一杯であった。戦国大名としての六角市の没落は、決定的なものとなった。一方、京都を支配していた三人集落は、 六角氏の敗北を聞いて動揺し、織田軍と満足ない草もしないまま、京都から駆逐された。信長は立政治の義明に使者を送り、戦況を報告して出発を促した。9月27日、信長と義明は、琵琶湖の三井寺に入った。翌28日、入京した義明は、東山の清水寺に、信長は、東福寺に陣死。 細川藤高は宮廷の警護に従事した。こうして信長は機内を掌握し、吉明は聖一大将軍の座に就いた。ありがとうございます。